皆さんこんにちは。今日は私の住む世田谷の本部教室、自宅のあるところに近い烏山神社というところに来ました。これが烏山神社です。本殿です。どのような神社かというと、こちらに説明があります。烏山神社、主催神は白山姫の王冠、同時に御岳の王冠、これが祀られている有名な白山信仰ですね。その女性の女神、これが白山姫の王冠。もう一つはこれまた有名な御岳信仰ですね。御岳神社、御祭神は蔵王様とも言われます。第27代天皇安閑天皇がその化身と言われたり、有名な大国主命大和武尊命なども一体とされる神様です。さらに合わせ祀られているのが天照爪王冠。これはまあ、言わずと知れた天皇陛下の祖先と日本書紀、古事記などでさらに天界の総帥の神様、太陽の女神様です。その子孫が天孫といって、天皇陛下であるね。日本神道の中心の神様で、菅原道真公、有名な天神様ですね。太宰府天満宮など天満宮に祀られている天神様、学問の神様とされますが、これは菅原道真公が非常に学問に秀でていたということです。しかし不運に左遷されまして、理不尽な扱いを受けたがゆえに、時の朝廷をにたたったと、そのように信じられて、それをきっかけに、祀られるようになりました。最初はたたり神、雷の神様でしたが、その後福徳の神、学問の神ということで非常に崇敬を集めるようになった神様。最後が宇賀の御霊の御事、これは皆さんはお稲荷さんという言葉で、知ってると思います。読んで字のごとくですね、食べ物に関係する神様と言いますね。この三神を祀ってますが、中心はこの白山姫の狼と御岳の狼で、ここにも書いてありますが、昔は白山御岳神社と言われた時もありますが、他の神様、それからおそらく仏様を合わせて、この地域烏山地域の総合神社となって、烏山神社というふうになったと思われます。こちらが烏山神社の本殿。先ほどの5つの神様が祀られていると思われます。で、こちら側にもう一つ、このように奥の方にですね、もう一つ神様がいるんですが、先ほどの中心の2つの神様とは違う神様を祀ってたのか、もしかすると中心の2つの神様は古くから祀られている神様なので、むしろその2つの神様をここに祀ったのかよく分かりません。しかしこちらの方を見ると、先ほどの古くから祀られている2つの神様、白山の神様と御岳の神様、これに関する白山御岳神社、昔はこの名前の神社であって、この石碑がもっと目立つところに立っていたのだが、それがここに移された、つまり本殿の裏側に移されたのかな、そういうふうな感じかなと思う。で、もう一つはお稲荷さんですね。その社殿
ここがお稲荷さんです。うかの御霊とも言われますね。食べ物の神様。で、日本全国に多数ある八幡神社とともに、日本で最も多い神社一つ、一人だと。ここでは、狐が一つの象徴になっている。ということで、もう一つの特徴は、この赤い色ですね。これ赤が、この、お稲荷さんの特徴ということで。あとは、向こうの奥の方にですね、実は仏教の神様というか、仏様が祀られている。こんな風に、今日の仏様、これが祀られていて、神社の中に仏様が祀られているのは、まあ、神仏習合の日本の伝統、道明王までではないかと思うんですけど、祀られています。この神社の近くには薬師如来を祀るお堂もありまして、この一帯が仏教、神道両方の聖地だったということがわかります。